日本関東地方神奈川県横浜市南区、六川坂道にある送電鉄道の下に整備された庭園六川台。団地六川は神奈川県横浜市南区の町名。現行行政地名は六川一丁目から六川指定目。住居表示未実施区域。郵便番号は232-0066。面積は1.937平方キロメートル。 横浜市南区西部に位置し、西端は、保道がや区、戸塚区、港内区に接する。一丁目から三丁目が V 字型の形状をしており、戸塚区に食い込むように四丁目が西に張り出す。正式な表記は、六つ川だが、六つ川や六つ川の表記も混在する。東西に、神奈川県道218号や四大桜木町線、南北に、 横浜横須賀道路が通りロッカー料金所があるが、町内にインターチェンジは設けられていない。二丁目西部には神奈川県立子ども医療センターがあり、隣接する高南癖りが谷にかけては医療機関が集積する地区となっている。三丁目には横浜パークタウンやロックカー大団地など集合住宅が立ち並ぶ。また、狩場町との隣接地には、 横浜市子ども植物園がある。古くは、武蔵区に倉木郡、引っ越し村で、八百八十九年四月一日に、周辺の村と合併、大岡川村大技引越となる。九百二十七年四月一日に、横浜市に編入、横浜市六川町となる。六川の地名は、古い広域地名の、多田、久号が、広明寺、中里、別所、埼と、久保、 引っ越しの六家村に分かれたこと、市町村制施行時に、大岡川村となったことに由来する。また、サメが谷やマ、谷、久保屋、ンが、谷、旧田屋、新戸谷、五道谷の谷川に由来するとの別説もある。1927年10月1日に、区政施行、中区となった後、1943年に新設した、南区に編入された。 1967年1月15日に、六川町の町名が廃止され、六川一町目から三町目を新設。ついで1969年10月1日に四町目が新設された。なお、追加で新設された四町目は、上記の六川とは、本来別個の地域で、古くは相模国鎌倉郡、長屋村の一部であった。1889年4月1日に、 上野庭村、下野庭村及び平戸村飛びと合併、長野村の一部となる。1936年10月1日に横浜市に編入、中区の一部となり、下長屋町となる。1943年12月1日に分区により、南区に編入。1969年10月1日に下長屋町のうち、北端で六川三丁目に隣接した地域を、 6日は指定目とした。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。学校女優、歌手の斉藤幸の出身地である。ありがとうございます。